皆さん、こんにちは。アゴチャンネルです。今日はパート2、1、2、5問の第57弾となります。ポイントの1に変えてませんので見ておいてください。特にポイントの1ね、最初の3語に集中しましょう。で、ポイントの3ですが、前回から始まったリエゾンを学ぼうということで、リエゾンっていうのは書いてある通り、リンキングだとか、リダクション、脱落だとか、同化、アシミュレーションというふうに、何かと何かの単語がつながったときに音が変わるんですね。この音が変わることを理解しないと、リスニングもスピーキングも難しいんです。だからこれをしっかり学びましょう。で、今日は、子音プラス母音のパターン、パート2です。まず、子音っていうのは、あいうえお以外の音ですね。例えば、この中だったら、F とか、この V とか、TH とか、ブラッシュとかっていうのは子音です。そして、その後、これが母音ですね。あいうえおの、O とか U とか O とか U だけなんですけど、今回ね。まあ、あいうえおが母音です。このつながりのパターンを学んでいきましょう。まず最初、half of。half of。これは half の F と of の O がくっついて、half of。half of。half of って言わないで、half of。ちなみにこの A の発音っていうのは、あと A の間の音です。half of。はじゃなくて、へじゃなくて、その間の音、half of。half of。になります。次、V の音と U がくっついて、V と A がくっついて、だになります。give up。give up。これは和製英語でも言いますね。give up ってね。同じです。give up。give up。次、both の th と of がくっついて、both of。both of。この th って難しいんですけど、この間の動画でやったように、上と下の歯で舌を噛むんですね、軽く。その後に息を出す。息が手に当たるぐらいまで強く出しちゃってください。both of。both of。になります。で、オブの発音なんですけど、オっていうよりかは、アに近いんですね。アーブ。アーブ。オブじゃなくて、アーブに近いです。発音記号で言うと、この E の、小文字の E の逆バージョンです。アクソンテギューって呼ばれてますが、小文字の E の逆パターンがアって言います。アーブ。そして最後が、ブラッシュアップ。これも、磨く、何かのスキルをブラッシュアップするってありますね。この SH のシュと、アップの U がくっついて、ブラッシュアップ。ブラッシュアップ。となります。なので、このパターンですね。子音プラス母音はくっつく、連結する、まあ、リンキングするということを覚えておいてください。ぜひ今度英語を話すときとか読むときに、この知識を使ってみてください。一旦ここで僕は消えまして、前回の11番で音量確認をしましょう。Number 11. Could you please set up the equipment for tomorrow's experiment? A. They had a great experience. B.Some important research. C. Sure, I'd be happy to. ということで答えが C でしたね。この音量でいきたいと思います。では12番から2回ずつ聞いていきましょう。Number 12. Who do I ask about getting a visitor badge? A. It was a long trip. B. The security guard will help you. C. Okay, I'll meet you in the parking area.では2回目行きましょう。Number 12. Who do I ask about getting a visitor badge? A. It was a long trip. B. The security guard will help you. C. Okay, I'll meet you in the parking area. ということで、こう言ってましたね。Who do I ask about getting a visitor badge? これは、ビジターバッジ、単純に訪問者用のバッジ。を得るためにゲットっていうのは得るとか、まあ、もらうために誰に聞けばいいですかという単純な質問でした。最初の3語重要でしたね。誰に聞けばいいかと。そして ABC 超えてましたね。 A が It was a long trip。 B が The security guard will help you。 C が OK I'll meet you in the parking area。 ということで答えが B でした。セキュリティガードが助けてくれますよということですね。まあ、単純なんですけど A と C が内容フェイクです。 A が It was a long trip。 長い旅でした。この旅っていうのとビジットですね。これね。訪ねるっていうのが内容フェイクになってますね。で、さらに C の I'll meet you in the parking area。駐車場で会いましょうっていうふうに言ってますね。このビジットっていうのと駐車場っていうのが若干ですが内容フェイクになってますね。まあ、訪問っていうのと会う場所っていうことで内容フェイクですね。ただこの質問は場所じゃなくて誰っていうふうに聞いてるんで C は外してください。では13番行きましょう。Number 13. How many employees will participate in the training session?A. I'm great, thanks. B. 14 signed up.
C. On Wednesday. では、2回目いきましょう。Number 13. How many employees will participate in the training session? A. I'm great, thanks. B. 14 signed up. C. On Wednesday. ということで、答えましたね。How many employees will participate in the training session? 単純な問題でしたね。Training session、研修会に何人の employees、従業員が参加しますかということですね。Participate in というのは、後に名詞が来て、何とかに参加するという意味です。ABC、答えましたね。A が、I'm great, thanks. B が、14 signed up. C が、on Wednesday. ということで、答えが B でした。14人がサインアップしましたよと、登録しましたよということですね。A の I'm great, thanks っていうのが、ちょっとこれよくわかりませんね。内容フェイクでもないし、音声フェイクでもないと思います。そして C の on Wednesday っていうのが、別に日時を聞いてませんね。なんで、ここはアウトですね。単純な問題でしたね。実はこれさっきのリンキングですが、signed っていう do とこの up の you、子音と母音の組み合わせでくっついてますね。signed up、signed up。こんな感じで、子音と母音の組み合わせっていうのは、かなり頻繁に現れます。なので、その都度練習してみてください。signed up。Signed up. では、14番いきましょう。Number 14. Should we call the contest winner today or tomorrow? A. Let's call now. B. In your inbox. C. No, it's the other one. では、2回目いきましょう。Number 14. Should we call the contest winner today or tomorrow? A.Let's call now. B. In your inbox. C. No, it's the other one. ということで、こう言ってましたね。Should we call the contest winner today or tomorrow? これちょっと難しかったのが、winner っていう発音ですね。コンテストの優勝者に今日電話すべきですか、それとも明日にしますかということですね。ちょっとこのね、contest winner っていうのは難しかったかもしれません。で、ABC こう言ってましたね。A がLet's call now. B が In your inbox. C が No, it's the other one. ということで答えが A でした。Let's call now. 今電話しましょうということですね。単純だったんですけど、これ実はこのコールとコールがあるんです。音声フェイクと思いきや、実はこれが正解なんですね。で、この問題珍しいんですね。音声が被ってて正解になる問題っていうのは、本当に25問やっていて1問あるかどうかなんですね。なので、ちょっと今回は簡単すぎて引っかかってしまうかもしれません。B は内容フェイクです。inbox っていうのは受信箱。つまり、この call、電話するっていうのと受信っていうのが若干ですが内容フェイクになってます。C は内容フェイク、括弧にしました。これもう一つの方です。もしくはもう一人の方ですっていうふうに、もう一人の方っていうふうに捉えると、この winner っていう勝者ですね。優勝者。ここで若干被ってるかなと思います。まあ、おそらく引っかからないと思うんですけど、一応こんな感じで内容フェイクが若干入ってるかなと感じましたので、書いておきました。できましたか？では、あと2問頑張ってください。Number 15. Excuse me, when will our food be ready? A. The chef created the menu. B. A new microwave. C. The kitchen is really busy. では、2回目行きましょう。Number 15. Excuse me, when will our food be ready? A. The chef created the menu. B.A new microwave. C. The kitchen is really busy. ということで、こう言ってましたね。Excuse me, when will our food be ready? これは単純ですね。いつ私たちの料理が準備できますかと。というレストランかなんかの会話ですね。シンプルでしたね。ABC こう言ってました。A が The chef created the menu. B が A new microwave. C が The kitchen is really busy.ということで答えが C でした。キッチンは、まあ、ただいま混んでますということですね。まあ、普通はここに多分 I apologize とかって言うはずです。すみませんとか。僕なら入れますね。まあなくても悪くはないんですけどね。で、A は内容フェイクです。シェフがそのメニューを作りましたっていうふうに、このメニューとフードが内容フェイクになってますね。で、B の A new microwave。新しい電子レンジっていうのも、実はこの食べ物っていうのと若干関係があるので、もう内容フェイクになってますが、まあこの手の問題はそんな難しくないんで、7番とか8番で出てくる問題ですね。なんで、取ってほしい問題の一つでした。どうでしたか？では、ラストいきましょう。
Number 16. How can we stay in budget for these repairs? A. Around 500 euros. B. Sure, I can buy light bulbs tonight. C. We can get estimates from several companies. では、2回目行きましょう。Number 16. How can we stay in budget for these repairs? A. Around 500 euros. B. Sure, I can buy light bulbs tonight. C. We can get estimates from several companies. この問題ですが、最後、ディクテーションしましょう。問題文を2回流すので、紙とペンがある人は書いてみてください。ない人は頭の中でちょっと想像してみてください。では、1回目いきますね。Number 16. How can we stay in budget for these repairs? では、2回目いきましょう。Number 16. How can we stay in budget for these repairs?ということで、こう言ってましたね。How can we stay in budget for these repairs? まあ、これは難しい熟語ですね。Stay in budget というのが予算内に stay 収めるということですね。で、repairs というのは修理でいいでしょう。つまり、この修理もしくは修理作業をどのように予算内に収めましょうかということですね。ちょっと難しい熟語でした。ABC、こう言ってましたね。A が around 500 euros。B が Sure, I can buy light bulbs tonight。C がWe can get estimates from several companies. ということで答えが C でした。まあいいでしょう。見積もりっていうのが estimates。複数になってますが、いくつかの会社から見積もりを取れますよということですね。A の500 euros。500ユーロっていうのがこのお金ですね。バジット、予算っていうのと内容フェイクですね。で、B の I can buy light bulbs tonight っていう、今夜電球を買いますよっていうのと、この repair ですね。修理っていうのが若干ですが内容フェイクに入っているかと思います。まあ、このバイっていうのと、このバジットっていうのも若干ですが、かぶってるかなと思いますので、内容フェイクと書きました。どうでしたか？では、振り返りましょう。16番が内容フェイク2つありましたね。この熟語ですね。stay in budget。予算内に収める。ぜひ覚えておいてください。15番は内容フェイクが2つありましたが、取ってほしい問題の1つでした。そして14番は内容フェイク2つありましたが、まあ、これも若干ですが、この音声フェイクになってないってところが難しかったかもしれません。13番ですね。こちらはそんな難しくないんですけど、この do っていう音と a って音の子音プラス母音、ぜひ覚えててください。そして12番が内容フェイク2つありましたね。こちらも最初の3語、大事な問題でしたね。ということで今回は前回に引き続きリエゾンを学ぼうということで第2弾をお送りしました。次回もこのリンキングをやって、その後 reduction とか assimilation っていうのも紹介できればなと思っています。それではまた次回お会いしましょう。ホガチャンネルでした。失礼します。ホガチャンネルでは英語の勉強法と旅の動画を配信しています。登録者数1000人を目指して頑張っています。ぜひコメントとチャンネル登録をお願いします。